先制、ゲームが動いたのはなんと2分でした。前半最初のコーナー、バイヤーン。バウンドもね、実はやっぱ合わせるの非常に難しいバウンドだったと思うんですけどね、この辺ストライカーらしいですよね。はい、これでその両チームの色というのが立ち上がりでスッとこう分かれましたね。そうですね、はい、これが三笘の選手たちは非常に体も楽になったんじゃないですかね。動きも軽快になりましたよね。そして追加点は23分です。新戦力岸川、はい、右サイドから、画面の左から行くのは新戦力黒川、しっかり詰めてましたね。バイエルン選手が中で、ね、1回潰れてくれてるんで完全フリーになりましたけどね。ここ岸川選手の、ね、こう1回フェイク入れて縦に抜いていって、ちょっと西村選手が追いついていけなかったですね。岸本、黒川という新戦力のホットライン、前向いたらやっぱ自信持って仕掛けていきますよね。2点目のゴールの後はサポーターの声もね、これ手応えあるぞという大きな声援でした ね、さあ2点を追って山形の攻撃です。53分ご覧をいただきます。ここもね、はい、ここブロックしてるんですよね、細川選手が体投げ出してね。フェリペ・アウベスにチャンスが来かかったんですが、はい、打ち切れませんでした。そして55分、逆つきましたね。仕切り直しの PK をしっかり決めて3対0バイヤーの今日2ゴール目。そしてこのパフォーマンス、はい、さあ80分のシーンもご覧いただきましょう。ね、岸本ちょっと力みましたかね。